はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、呪術廻戦コラボの新キャラクター真人を使っていこうと思います。はい、キャラ人気とかね、いろいろあると思うんですけど、やっぱ一番性能的に強いのは真人かなと思っていて、まあ今の環境においてね、リーダーとしても相当強いと思うし、闇属性が今めっちゃ弱いんですけど、パズドラ。真人によってかなり強くなるんじゃないかということで、今日はですね、真人実際に気候上で使っていきます。はい。28ターン変身かかるんですが、闇列許可3つに無効感も4つあって、スキルは2ターンで、ダメージ無効の覚醒数に応じて、エンハンスと水と木を闇に変えてくれるスキル持ちです。リーダースキルも闇5ゲしてダメージ半減に3コンボ加算、固定1ダメージ、悪魔タイプの HP が 1.8 倍、攻撃力は20倍と、もうどう考えても強いんですよね。今日はこちらの真人を実際に使っていこうと思います。行きましょう。今日はこんな感じの編成で使っていきます。真人にエクゾディア継承で、ビリアルにオロチ継承、そしてイタドリに闇破顔継承です。で、イナに五条継承して、エネルギーアンテにピカサス継承、そしてフレンドのイタドリがムヘトジーバ継承って感じになってます。立ち回りはこんな感じですね。まあ、正直、このね、真人に関してはかなりリーダーとして強いと思うんで、多少代用とかしまくってもね、全然勝てると思います。で、まさに今日使ってる僕の編成も全然これと違うくて、リーダーの真人はね、アキネつけてるし、で、イタドリに関しては、デモリッションガンですね。この、ボンタ君の別バージョンつけてるし、潜在も付け合わせれてたんだけど、それでも勝てるんで、かなり強いと思います。はい。まあ、今日の動画のメインはね、イタドリ潜在付け合わせれてることなんですけど、まあ、今日はね、実際にこちらの編成を使って、まあ、人試運転していこうと思います。気候上やっていこうと思います。行きましょう。はい、じゃあまずは1階層からやっていこうと思います。行きましょう。とりあえず1階層は、ネルギガンテ継承のペガサス打ってあげて、スキル試していきます。まあ、人が変身かなり重いんで、まあ、ここはね、ちょっと我慢してひたすらね、スキル貯めていこうと思います。はい。こんな感じで適当にまず1ターンペガサス打ってダメージ無効で耐久からのオロチ打ってスキル試します。で、遅延終わったら闇号を組んであげて、これで1ターン軽減貼って耐久していきます。はい。で、あとはここでイタドリ打ちましょう。はい、イタドリ変身しておいて、で、五条武器打ちます。またここから遅延でしっかりとスキル試していきます。で、闇が残り3ターンになってるんですけど、ちょうど残り2ターンでね、まあ、人が溜まるんで、まずここはまあこんな感じで。耐久からの、まあ、人打ちます。はい。で、確実にワンパンしたいんで、どっちも打ってあげて OK です。で、あとは、列組みながら無効感とか組んであげて、これで、しっかりぶん殴っていきます。これでいいかな。列無効感含んで10コンボ組めば倒せると思うんで。はい、どっちも真人変身してから、これでしっかりとぶん殴っていきましょう。OK、倒していきます。1階層こんな感じで真人貯めてあげてください。で、2階層ですね。2階層、ここでイナ打つ場合に関しては、ここから5ターンぐらいのスキルダメが必要になります。5ターン指現象で戦うか、5ターンスキルダメするか、どっちでも OK です。今回めんどくさいんで、普通に行きます。指現象中でも2秒ぐらいあるんで、まあ全然組める範囲ないかなって感じ。はい、まず一旦、イタドリの場合は列だけ組んであげて、これでまあ削れたらいいなぐらいの感じだけど、お、ノイス、完璧。で、ここから真人打ちます。真人打ってあげて、ぶん殴っていきましょう。真人打つとね、ほぼ角で列目感組めるんで、相当強いですね、真人のスキルは。マジ、バケモン。で、しかもこれで無効感列簡単に組めてさ、10コンボで、まあ、多分4体は絶対完走するんですよ。ベリアルとイナ以外は。そうですね。で、しかも真人奥属性が5億1000万ぐらい出るんで、まあ、変身キャラだから上限解放つかないとは言っても26億ぐらいの火力はあると。申し分ない火力なんじゃないかなとは思います。はい。で、まあ、ここはできればベリアル打ちたくないんで、まあ、一旦無効感で倒しますか。はい。まあ、こんな感じで無効感組んであげて、盤面えぐいな、これ。とりあえずこれでぶっ倒していきます。さあ、続きまして、4階層ですね。これでギリッギリ耐えれるはず。あ、でも光か。光の場合はそもそも先制ないんで大丈夫ですね。で、ここで、真人とベリアル打ちます。はい。真人打ってあげて、あ、待って、先ベリアルね。先ベリアル打ってから真人打ちます。はい。で、あとは爆弾だけ消してあげよう、ちゃんと。今、しれっと言ってる先ベリアルに関してなんだけど、真人後打ちするとね、エンハンスがこの編成2倍乗るんですよ。あ、ごめんなさい。ちなみに2倍エンハンスです。真人打つと。なので、真人は絶対後打ちしてほしいですね。で、これでしっかり火力出しながらぶん殴っていきます。ちょっと見せますね。ルーレットに関してはもう気合いよ、これは。この編成ルーレット気合いなんでね。まあ、6号盤面だからあんま邪魔じゃないっていうのもあるんだけど、気合いなんでそこは頑張ってください。
で、5階層なんだけど、とりあえず真人打ってあげて、エンハンスこんな感じです。はい、全属性の攻撃力が2倍なんで、相当火力を安定すると思う。で、ルーレットの時に関しては結構列無効感組みづらいんだけど、まあそれ以外の場合に関しては火力バンバン出せるんで、まあいいでしょうと。はい、で、ちなみに次の階層でエネルギー安定継承のペガサス・トゥーンワールド打ちたいんですよね。あと4ターンなんですよ。まあつまり溜まってないんで、ここはちょっとだけスキル試していきます。はい。どうせ五条武器も打ちたいんで、あと6ターン分ぐらいはちょっと溜めましょう。はい、じゃあこのままぶっ倒していきます。しっかりと列と無効感組んであげて、ぶん殴っていきましょう。さあこれで、いやマジでね、変身キャラって上限解放をつけれないのがもったいないんだよな、火力高えから。はい、15コンボ16コンボさあこれで21 21 42 21と、てか稲が5億7000万でベリアルが2億から出てるのが一番やべえわ。6階層に関してはペガサス打ってあげて普通にぶん殴っていきます。まあ吸収力も3ターンあるんで突破も確実にできると思います。で、1個注意してほしいのが稲ですね。稲だけ注意してほしくて、まあ、稲がね、溜まるかどうかだけ必ず注意してください。今回の場合、稲溜まるんで大丈夫そうですね。はい、まずこんな感じで列組んでいきます。で、ダメージ無効なんで、しっかり耐久してあげて、あとは、まあ、人打ってぶん殴っていきます。おい、どんだけ回復消すねん、お前。次確か先生ないよね、確か。まあ、なかったはずなんで、このままいきます。あったらどうしよう。いや、ないでしょ。まあ、あったらなんか、気候上勝手に改変されてますね。はい、列無効感組んで、これでぶん殴っていきます。レイ。さあ、続きまして、7階層ですね。まあ、ここでね、こんな感じで、五条武器打てるんで大丈夫です。五条武器打ってあげて、4体以内に突破していきましょう。ちなみに、ケサドルプカイフに関しては使う必要はありません。ただ、ベリアルのアシストが溜まっちゃうのが怖いんで、そこだけ注意してください。で、まあ、一旦こんな感じで適当に耐久してから、まあ、人打ちます。で、まあ、列でサクッと削ってあげて、すげえな。はい、そのままぶっ倒していきます。で、8階層ですね。8階層に関しては、まずね、落ち込んなしされるんで、パールバティに関しては。いい感じに火力調整できるんですよね。なので、真人と虎杖打ってあげて、無効感で削りたいんですよね。ちょうどいい感じに。まず一旦こんな感じで闇の無効感オンリーで10コンボ決めます。すると、真人の火力で結構いい感じに削れるはず。OK、マジでいい感じよ。で、あとはこのまま真人打ってあげて、列無効感でぶっ倒していきます。多分これで削れるはずなんだけど。まあ、削れんかったらその時考えます。はい、これで列プラス無効貫通含んであげて10コンボですね。すると真人の火力でゴリ押せるはず。 OK、 こんな感じでツーパンしていきます。これで半分の攻撃食らわなくて済むからめっちゃおすすめ。もしくは半分いっちゃった場合、ネルギーガンテ打ってあげれば OK です。はい、イタドリとネルギーガンテ打ってください。で、続きましてアンドロメダ、ここに関しても列無効貫組んでいきます。ここら辺は全キャラ100億 HP なんで、列無効感組めばしっかり倒しきれます。ない場合は盤面整理必要です。OK、しっかりと列と無効貫通含んであげて、12コンボ。さあ、これでしっかりとぶっ倒していきます。OK。で、続きまして、10階層ですね。まあ、アメミナの場合はお邪魔ドロップあると積むんで注意してください。バルディンに関しては、まあ、ベリアル打ってから、まあ、人打ってぶん殴っていきましょう。まあ、とりあえずベリアル打ちますね。やっぱ気になるのがどんぐらい削れるかなんだよね。まあ、真人打ってあげて、さあ、一回火力チャレンジしていきましょうか。いきます。やっぱ指意外と短いな。さあ、これで回復運ゲシ入れながらの列無効感組んでいきます。落ち込んなしとはいえども14コンボ。さあ、どうよ、削り。あら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 。とんでもないね、これ。オッケー、じゃあ倒していきましょう。まあ、とりあえず列含んであげて、無効感組んであげて、76だからなおさら列無効感組みやすいね。はい、これでしっかりと列無効感でぶっ倒していきます。10、11、12、14、15。このまま突破していきます。オッケー。さあ、続きまして、
11階層グレモリーだけめん、おい唯一めんどくさいキャラ、まあいっか。とりあえずグレモリーに関してはできればイナ温存したいんですけど、ただゴルフェイスペガサス武器打てるんで、まあだったらもうイナ打っちゃいますか。まあ、とりあえず真人打って列で削っていきます。指きついかどうかちょっとわかんないんで一回やってみてから考えよう。まあ一旦こんな感じで列含んであげてちょい削りします。これ多分列無眼組むとね根性までいっちゃうんですよね。半分もいっちゃうんだ、強っ。とりあえずこれで耐久しつつ真人打ちます。はい、であとは列無股間組みたい。間に合わないか。まあしゃあない。これはとりあえず回復しつつ12コンボ組んで、まあでも倒せるでしょう。しっかり列でぶん殴っていきます。はい、 OK。 さあ続きまして12階層千里ですね。千里に関しても耐久できるんで大丈夫です。でもこれあれか、千里花火してくるんですね。なるほど。だったらここでもうネルギガンテ打っちゃいます。はい、ネルギガンテ打っちゃってこのままぶん殴っていきます。でかつ回復もねしっかり間に合わせていきましょう。はい、ネルギガンテ打ってあげて、これでしっかり闇子含みながら回復も入れてあげて、 OK、 しっかりと耐久していきます。だいたい攻撃が48万ぐらいだったかな。なので普通に耐久できます。あとネルギガンテ打たんくてもワンチャン耐えれそうだけどな。はい、でまた真人打ってぶん殴っていきましょう。で今ネルギガンテ打っちゃったんで、もうこっからはもう絶対にイナは打てないんですよね。仕方ない。なのでイナなしで戦っていきます。よいしょ。やっぱね、イナ打てた方がもちろん安定はするんですけど、まあ正味ある程度パズルできる人ならなんとかご了せると思う。てか主にグレモリーが悪い。でここはね3番下差はあるんだよな。どうなんだろう、いけんのかな。いやもうちょい消したかったな。やべえ、全然消せない。まあいいや、とりあえずこれ11コンボ組んでいきます。なんか HP 半分で攻撃変わるとかないよね別に。そうですね、7% 以下発狂なんでそれ以外は大丈夫そう。なのでここも両面スクナ打ってあげて、どうしようかな。回復4入れて、そうだね、一旦全力回復しますか。じゃあここはでこれで一旦次に盤面整理もしてあげて、まあ発狂は入らんしさすがにこれで。もうこの闇落ち込んで発狂入ったら俺切るよマジで。 OKOKOK。 じゃあここで真人打ちます。で無効貫裂で削っていきましょう。はい、こんな感じかな。無効貫通と列含みながらの13コンボですね。さあこれでしっかりとぶん殴っていきます。 OK。 さあ続きまして13階層ですね。誰が来るか。いやなんかねそんな気がしたわ。俺今こいつ来るんじゃないかって今思ってたわ普通に。だ6号になった、まずいけど大丈夫なはず。落ち着け。え、5条打ってもいいんだよね別に。ただまあ大丈夫でしょう。とりあえず両面スクナ打ってあげて無効貫裂でいきます。いや、いけるはずなんだよ絶対、パズルミスさえしなければね。なのでちゃんと削っていきます。いきましょう。 OKOK。 もうこんぐらい組めたら絶対大丈夫よこれは。はい、しっかりと列無垢感組んであげて、有利属性なんでね。はい、しっかりとこれでぶん投げれば倒せるはず。 OK、 突破していきます。ちょっとでも怖えわはい、で続きまして14階層ですね。ここに関してもひたすらレエーペックスやってるこれ。列無垢感でしっかりと削っていきます。どうしようかな。とにかく列と無効何なあれ。ちなみにねここに関してはね、もう無効貫組んであげた時点で真人と虎杖がほぼほぼ完走するんで、列無効貫の必要もほぼないですね。で半分いったらベリアル打ってあげます。てかベリアル打つ必要もなくねこれ、よく考えたらね、打つ必要ないねマジで。で真人打ってあげて両面スクナ打ちます。はい、
で、あとは、無効感含みつつって感じかな。まあ、でもあれだね、ビリアル空打ちしておかないと、ヘキサゼオン階層で溜まっちゃう可能性あるんで、まあ、空打ちはしておいた方がいいかな。はい。で、あとは、無効感くんでまた削っていきます。まあ、このね、真人と板取りの火力でガンガン削っていけるんで、ひたすら無効感くんで削ってあげてください。まあ、C って言うならルーレットがうざいぐらいかな。ルーレットはやっぱ安定してうざいですね。オッケー、しっかりと無効感を含んで、さあこれで倒せるかな。10コンボ組んであげて、どうだろう。19億、21億、19億。あ、ギリ倒せない。じゃあまあしっかりともう一発打ってあげてぶっ倒していきます。はい、ここも無効感火力で突破していきましょう。さあこれで。オッケー、しっかりと何コンボだろう。12コンボ、これで突破していきます。無効感火力さすがだね。はい。でまあネルギガンタも10億くらい出てるんで、結構いい感じかも。列組んであげると42億出るけど、言うて無効感だけども火力高いね。で、こっからはひたすら列無効感組みたい。エネルギガンテ継承のペガサスが溜まってる場合に関しては、これもう5条打っちゃっていいんで、5条打ちますね。イナの6解除がないと逆にめんどくさいんで、もう打っちゃいます。で、ここは一旦、エネルギガンテ溜めましょう。で、かつ、4ターン以内にしっかり突破します。で、ちなみにこのね、5条を打ってあげることができれば、右側のね、吸収無効とかも完全無効できるんで、めちゃでかいですね。で、とりあえずぶん殴ってあげてから、しっかりと、1ターン耐久。さあ、これで、まず1蘇生入りますね。2蘇生か。2蘇生入ります。はい。で、こっから2連続ぶん殴っていきたい、正直。ここ、列無効感組めるんで、まずここは確実にぶっ倒してあげて、次なんだよな、問題は。ここで、列無効感組めるかどうか。まあ、左蘇生の場合に関しては列で倒せるんだけど、右蘇生入った場合は、ちゃんと列無効感組みたいけど、OK! 盤面組めますね。ナイス、いい盤面。じゃあ、ま、人打ってあげて、列無効感組んでいきます。って思ったら、あれじゃん。光蘇生じゃん。だったら余裕ですね。まあ、一応列無効感組んであげて、さあ、これで、ぶん殴っていきます。ちなみに、できるだけ光とか人が回復はね、消した方がいいですね。邪魔なんで。はい、これでぶん殴っていく。で、真ん中殴れるんですけど、まあ、ここも真ん中はめっちゃ弱いんで、無効感組めば倒せると思います。はい。真ん中そんな強くないしね。OK、こんな感じで無効感含みながらぶん殴ります。11コンボ。さあ、これで、OK。で、こいつね、最初ロックしてくるんですけど、ロックはイナ打ってあげれば OK です。イナ打ってあげて、は？なんだこの場面。ふざけてんのか、マジで。11?3 色変換で？イナの2個生成と3色変換合わせて11はかなり先般盤面なんですけど、まあ、スクナ打ってあげましょうか、じゃあ。もうスクナ打ちます。あまりにも盤面ゴミなんで。で、こっからどんぐらい火力が出るかなんだよな。で、スクナ打つと火力が 1.5 倍になっちゃうんで、ちょっと嫌なんですけど。見なかったことにしよう。OK、まあ、一旦列でちょい削りします。今はなかったことにしておいて、さあ、ぶん殴っていきます。で一応、スクナはね、基本的に温存した方がいいですね。回復欠損した際に打てるんで、その使い道が一番いいかもって感じ。はい。で、ここもしっかりと無効感組んでいきます。てか、いや、あれなんですね。列無効感ってこんな欠損するんですね。なんか舐めてたわ。ほぼ毎ターン組めるだろうと思ってたんだけど。なんか火と光の目覚め入ってんのかな、俺のこの編成。とんでもない量の火と光が降ってくるんだけど。どうしよっかな。イナ打ちますか、これ。イナ打ってあげて、指延長します。はい。で、しかも、イナのおかげで、いや、イナさすがだわ。列無効感組んでいけると。さすがイナ。でも実際この衛星、イナとイタドリもあるんで、後半に関しては。まあ、後半は基本的に安定して列無効感できそうですね。はい、ここも42億出していきます。で、一旦無効感で削ってあげてから、あとはペガサス打ってぶん殴っていきましょう。ちなみに6ターン目大丈夫だよな、これ。このゲームね、ヘキサゼオンが6ターン目確定行動してくるんですけど、大丈夫だよね。これ6ターン目とかじゃないよね。イナ打って、待って、怖いな。ちょっと見てくるわ。録画。まあ、多分大丈夫でしょう。どちらかといえば今、盤面にヒドロップが15個ぐらい降ってきたことが一番怖えわ。
で、ペガサス撃ちます。はい。で、ちゃんと列向こう間組んでいきますね。いきます。さあ、列向こう間組み切ってあげて、OK かな。さあ、これで向こう間と列含む、7、8、9、10、11コンボ。さあ、列向こう間でしっかりと半分まで持っていきます。OK。さあ、これで、発狂攻撃ですね。しっかりと耐久。てか、ダメージ無効なんで、絶対に食らいません。OK。で、からのベリアル撃ってあげて、まあ、人撃ちます。で、またこっからね、無効管で削っていきます。よいしょ。はい。回復音消し入れながらの、無効貫通含みながらの、12コンボですね。さあ、これでしっかり回復しながら無効貫で削り。ナイス。あ、そっか、超クライミあんのか。むずいな、パズル。板取り打ちます。はい。闇、全部闇やん。めちゃめちゃパズルやりやすいけど。何事これ。これはこれでどういうこと？なんでこんな。まあいいや。はい、しっかりとこれで、また無効貫で殴っていく。OK。で、ここも列無効貫組みたいですね。OK、いきます。言うて超クライミあるから、パズルめっちゃ簡単ってわけじゃないからね。はい、ちゃんと、無効貫含みながらの12コンボですね。さあ、これでまたしてもぶん殴っていく。で、こっからは発狂に注意なんだけど、一発無効貫入れて列無効貫組めばちょうどいい感じに削れそうかな。なので、イナ打ってから、まあ、人打ってあげて、無効貫入れます、一発。OK、いきます。一回無効貫入れてあげて、10コンボぐらいで。で、これでちょい削り。ナイス、いい削り。あとは、列無効貫でぶっ倒したいですね。さあ、パズルミスなしで頼むぜ、マジで、本当に。まあ、人打ってから、イタドリ撃ちます。闇、光。OK。まあ、いけるでしょ、さすがに。いけると思います。いけないと困る。いきます。ここに火入れてあげて、あとは無効貫通。さあ、これで列無効貫含む11コンボ。さあ、しっかりとこれで突破していきまーす。 OK。 ということで、今日は気候上マヒトマヒトで攻略でした。闇属性がここまで強くなるとは思ってなかった。やっぱ HP 1.8 倍半減は強いね。まあ、マヒト引けた人はね、ぜひよかったら使ってみてください。で、まあ、この後ね、五条悟も使うんですけど、まあ、板取りマヒトもかなり面白そうなんで、また余裕があれば使ってみようと思います。ということで、チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。